隣でソファに沈んで本読む。君は呼吸をすることさえも忘れるくらいに真剣な顔で、まるで部屋に溺れてるみたい。じっとしていられない僕はいつも君の邪魔をして、は怒られたね。そんなことまだ思い出してしまうんだ。でも君はもう違うんだろう。お揃いのピアスも耳付きのカチューシャも今じゃただ置いているだけ。忘れるくらいさ余裕だなって思ってた。もう全て手放してしまうよ。ずっと僕ら間違いだらけで、曖昧だらけで、不器用なだけで、向き合うのが怖くて、愛はきっと呆れて僕らを見放して、君とのあれこれの初めからなかったみたいに。なんとなくつけたテレビは寂しさ紛らわすためのおまじないみたいな。日当たりの悪いこの部屋もお別れ、ただ逃げているだけなのかも。何にもない日常に探してもないのに、君ずっと。